デビュー1985年のことです、はあ、でこのベストセラーサマーはヒットしたんですが、はい、2枚目のシングル、はあ、センチメンタルに首だけ、これが全然売れなかったんだぞ、やっぱり、はいはい、でそのため3枚目が売れないとチューブやばいぞという危機感がメンバーの中にあり、そこから生まれた渾身の一曲がシーズンインザサン、これ大ヒットでしょう、これがまさに大ヒットなんですね。夏になると出てくるもんね、不思議な言い方だと、なんかバンドというより何かのバンドそう、ね、でも前田に言わせると冬は作曲してんですよって、まあそうか前マンションも一緒だったんだよ、あそんな仲いいんですね。私は腰痛いったら車運転してくれて、どこそこのジャグジーがいいからって乗っけてってくれたり、あの前田さんにたまに会うと箱さん元気ってすごく聞かれますね。酒強いしね、あれとね、どんなにお酒飲んでも、私は飲みすぎて喋りすぎると声出ないんだけど、彼はお酒飲んでカラオケを歌いまくるのよ、すごいの、すごい、すごいんですね。で私とキーが割とあの似てるんで、はいはい、ミュージックフェアなんかで歌うときは中央の前田だけは変えないですもん。コラボレーション結構相手としてはぴったりなんですね。そうなの。それではそんな喉も強いという、はいはい、前田さん二十歳の頃の歌声をお聴きください。チューブでシーズンインザサンです。お送りしていますアッコのいい加減2000回、今日は名曲ディスカバリー成人の日直前企画、あのアーティストの二十歳の歌声聴き比べスペシャルをお送りしております。続いてはまたガラッと年代が変わりまして、はい、石田あゆみさんをお送りします。はい、はい、67歳でいらっしゃいます現在は。ああ、じゃあジュリーと一緒なの。あ、そうですね。へ、石田あゆみさんはアッコさんは新人の頃からこうやっていた話だという方なんですよね、はい、歌番組でよくご一緒させていただいて。そうなんで、石田あゆみちゃんの付き人ではないけど、それ事務所の方針だったんでしょうね、その現場に慣れさすっていうのは。必ずこうもっと繋ぎてたっていうのが浅田美代子でした。そうだ、同じ事務所だったな。この映画で2000回も石田あゆみさん2009年の12月にね、そうですよね、はい、お越しくださいました、はい、でその時に石田あゆみさんが話していたのはですね、はい、あのアッコさんが何か言おうとしたら黙って、はい、そうで、アッコさんもはい、はい、これはだから僕からすると、はい、アッコさんが誰かに黙ってって言われて、アッコさんがはいっていうのは新鮮でしたね。本当、はい、いや、あんちゃんも興奮してらしたからね。あ、そうでしたね、うん、エピソード話させてっていう感じでしたけど、あんちゃんはね、あんまりそのラジオにトークとかそのあんまり出ない人が、うん、貴重な機会です。ありがたかったですね、はい、そんな石田あゆみさん二十歳の頃に歌っていたのはもう代表曲ですね、はい、ブルーライト横浜、はい、あれが二十歳だと考えると大人っぽいなと思いますけど、昔の歌はみんな大人だったんじゃない。グループサウンドとグループサウンズもうそんな音楽にして、うん、ソロの詞とか、そうです、詞が全部、はい、うん、作詞橋本潤さん、作曲堤恭平さんですから、うん、まあ、ゴールデンコンビですよね。はい、でまあ、橋本潤さんと堤恭平さんは石田あゆみさんの曲を3曲頼まれていて、はい、移籍第1弾はそれなりにヒットしたんだけれど2曲目売れず、うん、次がダメだとまずいぞという雰囲気の中で歌ったのがこの曲なんだそうです。次がまずいぞってのあるんですね。